よ。お前はすごいよ。私は私の意志に従う。私は生き残るさ。王の近くで働きたいな。ありがとう。さすがに立体軌道には慣れたけどよ、今日の訓練は結構きつかったな。おいおい、お前ら見てられなかったぞ。少しは俺の立体軌道装置の扱いを参考にしてみろ。まあ誰にでもできるってわけじゃねえんだろうな。おい、じゃあ教えてくれに来たのか、それとも自慢しに来たのか。誰がうざいって、才能ねえからってひがむんじゃねえ。エレン、どうしたの。ミカおい、エレン、立体軌道の話だったな。コツなら教えてやるよ。また喧嘩してるのかと思ったけど。そんなことねえって、俺は親切だからな。エレンもそっちのお前もまとめて面倒見てやるよ。はあ、俺はお前に教わりたくなんかねえよ。何、お安い御用だ。エレン、怪我してる。すぐに手当てしないと。はあ、こんなんかすり傷じゃねえか。あ、立体軌道だったよ。自主訓練ですか？偉いですね。そういえばあなた、最近ジャンと仲がいいみたいですね。ジャンといえば、ボッツ、あの話を知っていますか？なら、おじい、少し前に同期のみんなと家族の話をしていたんです。私の父は狩りが得意とか、コニーには妹と弟がいるとかで、ジャンは直接聞いたわけじゃないんですが、お母さんにすごく可愛がられてるらしいんです。意外ですよね。傑作だったのは、ジャンが部屋にいたら突然お母さんがドアを。サシャ、なんでお前がその話を。くそ、言いふらしてんじゃねえよ。別にいいじゃないですか、喋っても。おっと、私用事があったんでした。あの妹女。おい、サシャに何を聞いたか知らねえが、全部デタラメだからな。話すようなことねえよ、あのババアのことなんて。誰がサシャに喋りやがったん。
とにかくあいつの言ったことなんて信じるんじゃねえぞ。責任を果たす。私はエレンを守る、うん、今の動きやりますね。私、あなたの立体軌道が気に入りました。動きも獲物を確実に追い詰めるような狩人っぽさを感じます。そうだ、いいことを思いつきました。私と一緒に狩りをしませんか。あなたならすぐにでも獲物を捕らえられますよ。ええ、やってみましょうよ。私がみっちり教えますから。決まりですね。これからはちょくちょく誘いますから、力を合わせていきましょう。俺は天才だから。どうした？やったな。惜しかったな。お前なら10位以内に入れると思ったんだが。そうなの？みんなの評価では君も有望だったのに。だがまあ僅差だったんじゃねえか。お前なら上位10人と力量はそんなに変わらんだろう。教官も言ってたが、実戦で使い物になるかどうかは訓練成績の順位だけで測れるもんじゃねえだろうしな。憲兵団に入らないって本気なのか、エレン。せっかく上位10人に入ったのに。最初から決めてたことだ。俺が訓練してたのは巨人と戦うためなんだからな。死に急ぎ野郎のことはほっとけよ、マルコ。俺たちには内地での快適な暮らしが待ってるんだからよ。やっとこのくっそ息苦しい前線の街から脱出できるぜ。じゃあ内地に行かなくてもお前の脳内は快適だと思うぞ。なんだと？じゃあもうやめろよ。俺が頭のめでたいやつだとそう言いたいのか？
エレン。違うな。俺は誰よりも現実を見てる。人口の2割以上を失って答えは出たんだ。人類は巨人に勝てない。確かに、ここまで人類は敗北してきた。それは巨人に対して無知だったからだ。俺たちは何十万の犠牲で得た戦術の発達を放棄して、おとなしく巨人の餌になるのか。冗談。得た情報は確実に次の希望につながる。人類はまだ本当に敗北したわけじゃない。俺は巨人を一匹残らず駆逐して、この狭い壁の中から出る。調査兵団に入ってな。あ、待ってよエレン。行きたきゃ壁の外でもどこでも行け。俺は絶対憲兵団に入る。兵士の仕事だ。よう。こんにちは。食べられるのは嫌。休息も兵士の仕事だ。何を作りたいんだ。また来てくれよな。品が揃ってるよ。また来てね。何を作りたいんだ。また来てくれよな。いい品が揃っ。また来てね。何を作りたいんだ。来てくれよな。すごい。負けない。こんにちは。もう家に。二度く何人生き残れるか。
人類の活動領域を囲む壁には突出する半円形の区画が4箇所ずつ設けられている。この区画に人口を集めることで巨人の標的を絞り守備兵力を集約するためだ。そのうちの一つがウォールローゼ南方に位置するトロスト区である。トロスト区には中ドン兵団本部が存在し、訓練兵は正式配属までの期間中ドン兵団と共に様々な任務に当たることになっていた。成績上位10名の中に彼の名前はなかったが、もとより彼が志していたのは調査兵団だった。あの日からの5年間抱き続けた思いを遂げるためである。そんな彼もまた104期の同期たちと共にトロスト区での任務に励んでいた。は？調査兵団にするって？コーニー、お前8番だろ。前は憲兵団に入るって。エレンの昨日の演説が聞いたみたいね。うるせえ！俺は自分で決めたんだよ。そう照れるなよ。お前だけじゃない。皆さん、上官の食糧庫からお肉取ってきました。は？さすが、話が分かり。大丈夫ですよ。後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉食う。私も食べるから取っといてよ。さあ作業に戻ろう。ああそうだ、コニーたちはああ言ってたけど、お前はどの陛下を志望するんだ？そうか、お前もか。一緒に頑張ろうな。あの日お前もいたんだろ、志願しなくに。お互い目的を果たせるといいな。二人とも早く作業に戻らないと上官にバレちまうぞ。ああ今行く。あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。巨人を町に侵入させてたまるか。この時のために訓練してきたんだ。成果を見せてやる。奴を討伐するぞ。立体軌道で背後に回ってうなじを削ぐんだ。まず手足を落として動きを止めた方がいいな。どうだ。気をつけろ。アンカーを刺してても長くは持たねえぞ。
やった！訓練通りやれば十分巨人と戦えるぞ！相手は巨人なんだぞ。気をつけろよ。次から次へと入ってきやがって、一匹残らず駆逐してやる。相手になるよ。戻した。大丈夫か。こっからは俺も戦うからな。私も行きますよ。きっとみんなで戦えばなんとかなります。どうだ。俺たちで巨人の注意を引く。その隙にお前がうなじを狙え。俺たちでもなんとかなった。勝てる。人類は巨人に勝てるんだ。エレン、これ以上は限界だ。もっと巨人が来たら全滅しちまうぞ。あなたも大丈夫ですか。無理しないで撤退しましょう。いや、まだもう一匹いる。目標、壁界正面、超大型巨人！マジかよ。それはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。距離を取ろうぜ。みんなでエレンを助けに行くぞ。待ってください。巨人が近づいてきます。あの巨人、さっきのより強そうだ。様子を見て一気に背後に回るんだ。立体軌道で一気に背後を取っちまえ。ガスが切れる前に補給しろって。本物の巨人相手に、お前すごいな。
なんとか討伐できた。見ろ、エレンのやつ一人で超大型巨人と戦ってるぞ。呪い取った。いや、超大型巨人が消えた。エレン、お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ、俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。